丸めたゴミを投げてゴミ箱にスポーッと入ったら気持ちいいでうぃすよね。よし俺も。あれあれあれ全然入んない。消えた下手にゃんね。入らないでやめるなんて俺のプライドが許さねえ。ケータ君まるで人が変わってしまいましたよ。俺は絶対妖怪の仕業にゃん。そしてあのモテモテ妖怪のキュービが登場でうぃす。えキュービが手紙を追っかけてるよ。一体どういうこと。次回もお楽しみに。